結論と皆様にお願いというときに、いろいろこう あります。飼い主さんにはこんなこと、地域の方にはこんなこと、防災関係の方にはこんなこと、動物さんの方にはこんなことでありますけれども、大きく言いますと、飼い主さんにはペットをちゃんと飼いましょうっていうのが、一番大事なんですね。で、地域の方を含め、その、まあ、行政専門職等々の方は、ペットを飼っている方は絶対にペットを連れて逃げてくるんですね。で、だから避難所なり何なりでペットのことも備えなきゃいけないっていうのは、そういう人が逃げてくるわけですからね、っていうのが、こっちが興味あるか好きか嫌いか関係なくですね、もうそういう社会になってるっていうような話になるわけです。で、一方で先ほどね、何でもかんでも言われるがまますればいいだけではないっていうお話をしたように、また別の方法もあるかもしれない、ね。避難所以外に避難するっていう方法も実は全然有効ですね。分散避難で非常に有効なんですけれども、そういったものをどう進めていくのかっていうことにもつながってくるわけです。で、9番目はそれを時間流れに沿って整理をしてみた。ちょっとこれは飛ばしますね、こんなことがあったりするんですけれども、さらにめくっていただきまして、10枚目の資料ですね、もう少し具体的にお話をいたしますと、基本は、インクルージョンですよと、ね。で、災害時は人間が優先だからですね、当然です。飼い主も人間ですから。で当然アレルギーがある方、病気をお持ちの方、障害がある方などなど、ここに犬や猫がいてもらっちゃ困る方も全員が助かるためにどうしたらいいかっていうのが最も大事な目標、そこから全部考えるっていうふうにしていってはどうだろうかですね。で、災害があっても地域社会が飼い主とペットを排除しないためにはどうしたらいいか、逆にペットがいることで排除される人々もいますよと、熊本地震の時に、避難所にペットがいっぱいいるせいでもう中に入るのは無理だって諦めた、障害のある方のレポートを、読んだことがあるんですけれども、そんなことがある、だったら飼い主さんは当然準備をしなきゃいけないよね、飼い主さんも排除する側に回ってはいけませんという話になるわけです、これがポイントですからね、みんなが助かることがポイント、だから、ペットをちゃんと飼っていきましょうと。で、これまた後でお話をいたします。動物関係の方はもうこの辺は言わずもがなの話なんですけれども、なんというか、そうじゃないんですね、防災系の方々も、飼い主さんがちゃんとペットを飼う適正使用っていうものを進めることが一番の事情になるし、その後いろいろ楽になるっていう話になりますね。ただ自助とは言いながら、飼い主任せにしないっていうところがポイント、皆さんと協力しながらですね進めるというところがポイントになるかと思います。ここまでは散々言われているんですが、人とペットの災害対策、災害時のペットの事例って35年分ぐらいあるんですね。過去の災害振り返ってみると膨大な災害事例があって、なんとかしのいだケースもあって、にもかかわらず何か起きるたびに、多少は改善されてるんだけれども、それでも毎回毎回ペットとどこに逃げたらいいんですか、ペットがいるから逃げられないんですよっていうことが問題になってくる。で、これはこれ自体は緊急避難行動と、それから、せいぜい避難所の初期の話なので、発災初期の減災、本当は仮設団地、復興住宅、いろんな課題が続いていくんだけれども、やっぱりこれが差し当たって今日はこれをですね、お話をしていこうと思うんですが、もうそろそろですね、打破したいと思います。打破したいと思いますと言いながら、これは私一人ではどうにもなりませんので、力を合わせて進めていけないだろうかということになるわけです。で、対策は2つ、コラボしながら対策は2つ。1つ目が、同伴避難という言葉があります。避難所、敷地内のどっかにペットを置くですね。部屋の中かもしれないし、
体育倉庫かもしれないし、まあ、敷地のどっかにペットを置く、飼い主さんもそこにいるっていうのが同伴避難って言葉なんだけれども、全ての避難所でそれが可能かどうかは置いといて、最初からペットを屋内禁止という情報はおそらくペットの飼い主さんの適切な避難行動を妨げるであろうですね。だったら、多様な選択肢を準備しておくのが地域の防災減災では望ましいという話になるかと思うんですね。で多分それは あちらを立てればこちらを立たず的な、私のベストとあなたのベストは違うんですというような、なかなか難しいことになると思うんだけれども、だから事前の策ですね、妥協点みたいなものをみんなで考える。大事なのは飼い主さん向きでペットのルールを決めないって話。逆に言うと飼い主さんだけでペットのルールを決めるっていうのも良くないという話になるわけです。みんなで考える。で、探っていけないかということですね。これはインクルーシブな避難所作りの延長線上ですので、ペットに特化してというよりは、地域の避難所をもっといい環境に変えていく、その全体の運動の中でついでにペットのことも考えるという考え方だと。これが、対策の一つで、2つ目が、コロナ禍の今こそですね、分散避難自体実はもうずっと前から言われてるんですよね。避難所以外に逃げ場はいっぱいあるから、避難所にこだわらなくていいよっていう話なんだけれども、どうしても避難所にこだわってしまう、そこが一番安心とみんな思ってますからね。けどコロナ禍でなかなかややこしくなった今こそ逆に分散避難が大事だっていうふうに全員が思っている、チャンスだって話ですね。ただそうは言っても飼い主さん、要するに一般市民ですね、一般市民が単独で自分にとって適切な避難所以外の避難先を見つけれるとは限らない。健康でご家族もあって車を持って経済的余裕があって行動力がある方は多分サポートいらないんですね。でも、一人暮らしのおばあちゃんで年俸2匹飼ってますがみたいな方は、これはちょっと逃げるときに支援がいるんじゃないかというところですね。でここでいろんな方と連携しながらみんなが助かるために、その人にとって本当は避難所が安心なんだけどセカンドベストはここみたいなものを探していくような、そんなことができないなですね。これが多様な分散避難のあり方を考えるというのと、丁寧な単同伴避難ですね、考えるというのと、丁寧な分散避難ですね、それをみんなが見つけるためにちょっと後押しがサポートがいるんじゃないかという2つの考えになります。これを進めていけないかなというときに、はい、これが先ほど、お見せしたこのペラ紙の方ですね。これは、一般飼い主編のこのガイドラインの中にあるんですけれども、吟味されていないのはやっぱりこの2つだろうということですね。避難所以外に避難することについてなかなか準備できてないよね。で避難所での受け入れ方についても、本当はどうにかなった例ですね、うまくいったかどうか置いといてどうにかなった例は結構あるんですよ。でそれをみんなで考えていこうっていう話になるわけです。で、表現を変えたものがこっち側ですね、この裏側の方に、同伴避難と分散避難、いろんなパターンがあるよねって、これも実は環境省のこっちの行政向けのガイドラインの方にちょっとこの図とは違う形なんですけれども書かれてある、だから情報はあるんですね。けど多分どなたも見たことがないだろうという時点で良くないなというふうには思うんですが、それをですね、こんな形にしてみるといろんな選択肢があり得るんじゃないか、ね、それを考えていくという話になるかと思います。ね、よろしいでしょうか。お配りした、資料12枚目、これはもう少し飛ばしますです、
コロナでどうだこうだ言われてますけれども、災害時の超過密な避難所環境も感染症対策ももうコロナのずっと前から問題だったよねって話ですね。でペットのことももう35年間問題だよ ね、 ね、だから今ね、コロナがあろうがなかろうが考えた方がいいということが、これまたヤモリの言葉なんですけれども言われていますよ。はい、でめくっていただきまして、次13 回目ですね、ペットは家族だけど動物だよね、ですね。はい、この辺りですね、ペットは今、15歳未満の子どもの数よりも多いよねってなことは、まあ、ずっと言われているわけです。で、飼い主さんは家族なの、僕は家族なので、飼い主さんとペットはセットなんですね。地域住民のいろんな属性、あの人は車椅子に乗ってる、あの人は、ちょっと病気がある、で、あの人はペットを飼ってるっていうようないろんな属性の一つだっていうふうにして切り離さずに考える必要がある。ただ、その体が悪いのとペット飼育がちょっとわけが違うのは、動物なんで吠えたり噛んだりですね、むくろしたり毛が飛んだりアレルギーを発生させたりみたいな、それ自体が他の人たちにいろいろこう迷惑というかね、トラブルというか、かけることがある。この2つの特徴を持っているのが多分ペットの話ですね。 で、でも何度も言いますように、だからペットは、無理ですっていうふうに言うと、ペットとセットになった人間である飼い主さんも追い出されてしまうので、それはインクルージョンの視点からは良くないですね。もうすでに今の時点であちらもこちらも立っていない話になると思うんですが、でも目標はみんなが助かるです、ね、これを考えていこうという話になるわけです、ね。まあ、飛ばしていきます。いっぱいいますねって話ですね。で、子どもの数よりも、多いですよ ね、 って話ね。だから、ペットのことで災害時にいろいろなことになる人も多いです。それから、まあ、そもそも興味ない人という中で、皆さんに考えていただきたいのは、災害時は人間が優先という言葉ですね。これ暗にだからペットは後回しだっていうふうに言われるわけなんだけれども、熊本地震で一緒に活動した方から、こんなふうに言われると、ペットは家族と思っている飼い主は人間じゃないのかと思うのよっていう怒りの言葉を聞きました。から、ペットがいるから避難に行けなかったですね。連れて行ったら16歳の老チワワ、老猫のチワワを飼っているおばあちゃんが、ペットは屋内禁止って言われたのよ、そんな無理よね、これ外に置けないから出て行ったわっていうふうに人吉の話ですね、言われました。まあ、こんな例はあまたあります。一方で、障害のあるお子さんの、お持ちのご家族から、まあ、ちょっとうちの子は興奮しやすいから、ちょっと犬が止まるのよねっていうご意見をいただいたんですね。もっと。からこんな、ご意見も。はい、これは、益城町のペット物資のカウンターに、私が手伝いをしているときに、まあ、このようなペットのものを置いてと言うんだけれども、よく聞くと、つらいと、いろいろ。ちょうど地震から2週間目ぐらいでしたね。みんな笑ってるけど、みんな心は折れてるの。で、さらに聞いたら、この人猫飼ってるんですよね。で、猫は家に置いてる。っていう。じゃあ仲間じゃないですかって言ったんだけど、いや、そんな話じゃないのよっていう感じですね。だことほどさように、被災された方は、まあ、辛いって話ですね。で、だからペット禁止にすると、逃げれなくなる人がいる。けれども、何も考えずに OK にすると、これまた逃げれなくなる人がいる。で、いざこう災害が起きると、やっぱりみんなこう辛い目に遭ってしまうという話ですね。で、これは避けたいですね。私もこの町に住んで14年になりますので、延岡で、ね、地震や津波や台風ごときで何か、ダメになってしまうことが、人が出るのは嫌だというふうに思います。だから、みんなが助かるということが大事になるだろうと。で、だから、
あのペットを飼ってるかどうかっていうのも、まあ、あの一つの要素なんですけれども、まあ、関係ないでしょうと、全員助かるためにはね、みんなが助かることを優先して、じゃああとどうやってっていうふうに、考えるっていうのが大事になるんじゃないか。そのために、人とペットの災害対策っていう話が出てくるということですね。